口キクシヒゲムシサンダラスセグニーズはクシヒゲムシ科の昆虫の一つ。触覚、口枝、腹部、爪等は赤褐色で、上羽は普通は褐色で、それ以外の部分は黒い。ただし、オスでは上羽が黒色の型のものがあり、体色に苦手がある。体長は10から21ミリメートル。頭部は胸部に密着して表面に 多数の天国が、シワ状にある。頭部の中央付近は、やや平らになり、両側の触角の起点の上が、やや高まる。前胸背は、頭部より、細かな天国が、密布されており、炭鉱色の長い毛が密生しており、側面ではその縁の後端少し前に一つの市場の、突起がある。上羽は、浅く粗大な天国が、シワ状に並び、弱く重機した線が数本あり。 表面には毛が密生している。触角は短く、その第三節より、先の節では前方に変状の突起があるが、メスではこれが短い。なお、形態には地域変異もあり、四国、九州では上羽の隆起が強く天国も荒く、触角の串状があまり発達せず、これに対して北日本では上羽の隆起も天国も弱く、 触覚の串状が発達するものが多い。北海道、本州、四国、九州から知られる。6から7月に見られ、立ち木の幹に静止しているのを見られることが多い。生活主等については知られていない。同族のものとしては日本では以下の2種が知られている。いずれも本種によく似たもので、いずれも南西諸島から知られている。本家のものとしては日本では、 この属しか知られておらず、したがって、本家の昆虫で、日本本土で見られるのは、本種のみである。以下、種として、中根ほか、P157、黒沢田辺著 P38、黒沢田辺著 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 P38、ありがとうございます。